それでは、4番いきましょうか。内閣支持率、トータルニュースワールドのツイッターですね。内閣支持率40.7%、6ポイント下落。いや、なんかトータルニュースワールドもよくまあこの写真をセレクトしたなと思うんですけれども、不支持率は56.4%で8ポイント上昇。自民支持率も下落、ネット LGBT 移民政策、マイナ、ホワイト国、スワップ、これからもっと下がる。副団長、いかがでしょこれからもっと下がりますし、下がるように我々は努力しなきゃいけないんですね。とにかく、もうこんな内閣が続いたら、もう日本は持たないので、もう本当にね、早く本人が、あ、俺ってダメなんだと自覚できるようにする必要がありますね。徹底的に追及しますよ。まあ、我々有権者を忘れちゃいけないのは、歴代内閣においてまだ支持率は高い方です。政党支持率と足して50%を超えてますんでね。これからの動向を見定めていかなきゃいけないと。で、さらに掘り下げて、山口敬之さんのフェイスブック、5番参りましょうか。これでも岸田政府を支持しますか。岸田文雄はバイデンに対してウクライナを巨額支援すると約束していた。バイデンが6月28日のシカゴでのスピーチで暴露。日韓なし崩し外交も、日韓通貨スワップも、輸出管理のホワイト国復帰も、防衛費大幅増額も、LGBT 法も、全部バイデンの指示に励従した結果だ。岸田政権下で日本はアメリカの完全な属国となった。これでもなお、あなたは岸田政権を支持しますか？自民党に投票できますか？副団長、いかがでしょう？これで長尾先生には厳しいことになって、別のね、また取りなすご意見も出てくると思うんですけど、いいですよ。島田先生かな、誰かな、どなたかが、はっとね、気づくツイートをされていて、要するに、立憲民主党の議員よりは稲田の方がいいというのは間違いだっていうね、そういうツイートされたんですよ。つまり、立憲民主党の議員なんて、要するに何の影響力もないけど、稲田朋美さんが与党の一角にいることで、その自民党内の意思決定を思いっきりね、その野党と変な、とんでもないその合意してきちゃって、それをなんとか、官とか認めてくれってやってきて、で、結局、一旦はそれがダメだったけど、なんか外圧があった時に、結局自民党全体がそれに引きずられたみたいなことを見ると、その野党に変な人がいるより、与党に変な人がいる方がよっぽど害悪だ。いや、そうです。だからこういうと、逆に、こういう時は与党の変な人を落として、野党の人を通した方がいいんじゃねえかっていうふうにおっしゃってて、あ、そういう見方もあったかと、はっとね、ちょっと鱗から目が、あ、じゃ目からだ、目から鱗が落ちたっていうかですね、こういうツイートもありました。はい。や、その通りですよ。以前もね、私何度も言ってるんですけど、まあ、私も副団長も旧民主党の所属議員だったっていう、もうがっつりと背中に入れ墨が入っているから、多分共有できると思うんですけども、野党の、まあ、例えば親中派っていうのは、イデオロギーだけなんですね、そこにね、利権がないんですよ。でも与党の親中派っていうのは、がっつりとビジネスが絡んでくるんで、まあ、ビジネスのすべてが私は悪とは言いません。利権のすべてが僕も悪とは言いません。世の中やっぱりね、人の心と心っていうのは、なかなかこう剥がれやすいところがあって、そこにビジネスが絡んでいる。つまりそこに、善意の利権が絡んでいるから、なんとかそれが接着剤で、本来であればバラバラになるところがくっついてるっていう。で、これはね、やっぱりね、民主党には接着剤はありえませんね。だから自民党の中にこういう左翼思想が入ってきて、
LGBT 等をはじめとする、まあ、ビジネスで絡んでくる、まあ、古くには、日中間の ODA のキックバックのビジネスが絡んでくることほど立ちの悪いものはないなともう実感をします。副団長そうですよね。皆様投票のご参考に私は汗こせよう言いませんけど、ええ、とりあえず寸止めしておきます、はい、では6番参ります。夕刊富士編集局のツイートですけど、名称変更、どこかの野党みたいですね、まあ、マイナンバーカード名称変更もということで河野太郎デジタル大臣が発信されたようですが、7番についてちょっと動画があるということで、それでスタッフさん動画よろしくお願いいたします。はい、お願いします。関連しまして、いずれにしてもですね、まあ、個人的な発言とはいえ、名称変更すべきという意見はこれまでですね、国民からも特にニーズはなかったと思います。ある意味、マイナンバーカードに対する疑惑戦略も捉えられているのですが、所管大臣の発言としてどう評価されているのかお聞きします。日曜討論での河野大臣の発言は、ご自身が個人的にはと明確に発言されているように、個人的なご提案であり、政府としてそのような方針について検討しているものではありません。マイナンバーカードの自主返納についての報道は承知しています。政府としてはマイナンバーカードの廃止数について把握していますが、理由の詳細までは把握をしていません。マイナンバーカードは本人の意思により、申請や返納することは可能ですが、デジタル社会の実現に向けて、何より国民の皆様にその安全性とカードのメリットについてご理解を得ていくことが重要であると考えています。いずれにしても一連の登録誤りの事案について重く受け止め、デジタル庁、厚生労働省及び総務省が連携して政府全体で総点検と再発防止を強力に推進していきます。デジタル社会への移行に向けて一日も早く国民の皆様の信頼を取り戻せるよう政府を挙げて取り組んでいく考えであります。はい、副団長いかがでしょう。これはですね、まあ、この松野、さんの、まあ、発言が、まあ、本当 で、ね、正しくてですね、まあ、その河野太郎さんが、まあ、いかにも軽いと、言動が軽いという、ことを、まあ、浮かび上がらせた、まあ、発言ですね。まあ、いろんな提案、を活発にするということは別に悪いことではないんですけれども、この、まあマイナンバーカードについては、まあ、野党はですね、国民の総背番号制の管理だとかですね、いろんなへりくつをこねて反対をしてきて、まあこれがそんなことじゃなくって、まあその、行政を効率化して国民自身もね、いろんなことで、便益があるんだということを、まあ、柔らかくその受け止めてもらえる、まあ、いいその、まあ、マイナンバーっていう、まあ、ネーミングは、そういうことにこう貢献してきた言葉で、まあ、国民にも定着してきて、で、また定着させるために政府の予算を投じてきたわけですよ。これをなんかもう、その、なんだ、変な、その、詐欺会社が、もう、目先をなんか商品の名前変えてね、売り逃げするみたいな、コロ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 名前を変えていいようなものではなくて、もう、この名前で信用が取り戻せるように、ちゃんと努力をするというのが、まあ、正当な努力なわけですよね。ということで、個人的な、まあ、担当大臣が個人的なっていうのも、まあ、別に、まあ、目をつぶるとしてもですね、まあ、こんな提案っていうのは、まあ、河野太郎さんいただけないねというふうに私は思います。まあ、NHK の日曜討論、私も見ておりましたけども、ああ、なるほど、言ったなと、確かに個人的な意見だって言った。で、
個人的に意見を NHK 公共放送で言うんだったら国会答弁も、大臣としての発言じゃなくて個人的な意見ですけどつってこれは私の所管外ですからつってあの答弁しなくてもよかったんじゃないかななんて僕はあの昨日だったかなあの沖縄でね見ててまあでも名前を変えるのはねどうかと思いますよね、これ多分ね絶対炎上するなと思ったらやっぱりあの炎上しましたよね、はいはい、それでは、22時30分となりました、1815人の、方に、この瞬間も、ライブでご視聴いただいています。本当にどうもありがとうございました。はい、22時30分から一般公開ライブメンバーシップレベル2でお届けさせていただきたいと思います。ちょっとあのスタッフさんにご了解をいただいて今ちょっと貼り付けをさせてもらいますが今あのチャット欄に URL を貼りました。私今あのこの瞬間あのちょっとバック変わったあの部屋におりますけど熊本におります。なんかあの武家屋敷風のお部屋に、いるんですけどあの熊本はね今ねあの大変なあの線状降水帯の渦中にあったんであの熊本のイベントはね実はあの延期をしました。はい、さすがにあのこういうご時世なんでね、まあ、その対応であの昼間のライブ配信ができませんでしたので、あのこちらの URL で23時15分から昼間の分をちょっとやりたいと思ってますんで、ぜひあの覗いていただければなと思います。はい、じゃあ以上一般公開ライブとさせていただきます。どうも最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっと告知が長くなってしまいましてすいません。フランス暴動のことに、ね、ちょっと、ね、触れられなくてすいませんでした。中野サンプラザの話で、ね、盛り上がってしまいましたね。フランスの暴動も、ね、ちょっとしたこととはいうものの、まあ、あれはちょっとしたことであの済ますわけにはいかないと、まあ、これはあの共通の問題だと思いますが門田隆沙さんのツイートですね。これ副団長リツイートされてらっしゃるんで、解説とコメントを冒頭お願いできますか。はい、これはあのようやくテレビなどでもあの、うん、現象は報じるようになっていましたね、はい、もうとにかくフランスであちこち、まあその移民が暴れてですね火つけてで略奪行為をやっている、はい、テレビではあんまり報じないところはやっぱネットの方がですねもうたくさんの動画があの溢れてきています。でそしてその中で、まあ、この山本さんという方の、動画はですねまああのそのまあ、ちょっとこう、別の部分ですね、店とかの略奪というあるいは警官に対するどうこうじゃなくて、単に普通の一般市民を、はい、その一人の男の人をですね、複数の、まあ、移民の男たちが、突っかかってこう、ちょっかいをかけて、まあ殴ったり暴力を、働いて、でこ の白人の男の方は、もうとにかくにあのに我慢して逃げるだけで、要するにこう、反抗しないんですね。つまりここには、もうあの要するに移民たちがどんだけ暴力を振るっても、まあ、この、フランス社会は、それをこう咎めない。でところが、この多分白人の男性が移民の人間に何かを仕返すと、差別主義者が差別の暴力を振るった、まあ、こういうふうにされてしまうというフランス社会での当たり前の光景になっているんですね。この動画は出るかどうか分からないですけど、でそして、まあ、門田隆昌さんが日頃の不満を爆発させた、何が不満なんだと思いますが、移民たちが真っ黒な服に身を包み、フランス住民を襲う映像が各地で撮影されている。四方海に囲まれた日本は移民による文化破壊を免れ、かろうじて伝統を保ってきた稀有な国だが、岸田首相だけではなく移民を 4% まで増やすという河野太郎氏など日本破壊の政治家は目白押し、滅ぶのは一瞬と、もこのようにあの、まあ、警告をされています。このフランスの暴動もですね、まあ、確か、まあ、9% ぐらいの方が、まあ、移民の割合になると、まあ、暴力化する、その我慢しなくなるっていうかね、という、まあその一つの、まあ、メルクマールというか、
があるんだと。あ、動画ですね。で、そして、で実はこのあるその別のいろんな方のツイートによると、どうもその、共産党系の、団体がこの、その少年、要するに検問を強盗をやろうとした人たちのグループの一員で検問を突破しようとして逃げたんで、あの射殺されたらしいんですけども、あの、まあ、そしたらあの白人の女性がね、あのその、まあ、移民を逮捕しないでくれって一生懸命なんかこう拝み倒してる謎の画像とかね、はいはい、不思議な、もう頭の中までおかしくなっちゃってるんだなっていう人が、まあ、その被害を受けてる白人の側にも、まあ、いるっていう状況が、まあ、アメリカでもヨーロッパでも見受けられるんですが、その、まあ、共産党系の変な団体のトップが実はアルジェリア移民、アルジェリア系の人間が代表をやっているんですね。というような、まあ、そのフランス社会の主だった組織の幹部にまで、まあ、移民がこう、席を置くようになって、そしてその人たちがこの暴動を抑えるんじゃなくて煽っているという状況で、そしてその若いその移民系の子どもたちに、どこを襲え、こういうふうに暴れろっていう細かな、ね、指示までが出されていて、その移民系の若者たちはその通りに行動しているという側面があるということなんですね。まあ、そういう社会になって、フランスも社会になってしまっている。でもいろんな方々がもうフランスは陥落したと、あのっていうふうに、まあ、嘆きのツイートとかで、ね、そういうこともされている。まあ、日本は他山の石としなければいけないなという状況ですね。いや、本当そうですよね。あの2020年 の、 あの大統領選挙の時にもね、あのカラード周辺の方々が急に誰かにけしかけられて、もう大変な勢いで選挙が終わったらシューンとこうどこに行っちゃったの、あの人たちっていう。やっぱり今回の件もやはり、まあ、問題っちゃ問題なんですけど、どっかの誰かがあのけしかけてる感は否めないし、こういうそのまあ、私も、まあ、もちろん副団長もそうでしょうけど、外国人排斥者ではないけれども、まあ、何でもかんでもその準備もなくね、労働力だったら誰も来いというようなことになったときに、まあ、もしこういうフランスの暴動のようなことがちょこっとでもあったら、その水をかけるどころか、その火を消すためにガソリンをかけてくる人間がね、やっぱりいるっていうことをね、まあ、政府もね、分かってないはずはないんだけれども、多分引っ張られるんだろうな。